ども、かつて群雄割拠の戦国時代に戦場でただ一つの傷さえも負わない男がいた。命を賭して戦う姿はまさに鬼人のごとく、敵味方問わず称賛をされた。その男の名は本田平八郎。ただ勝つよ、槍持ってかないで。我が町岡崎に誇る大豪傑のその一面をここに伝えよう。やるからも第一章ラブでしょ。